一泊二日湯を決勝生活。いや俺全然うまいから。もう俺もいい。何やねん。騙されてますあいつら。こっからね。おい知らねえよ。おいありがとう。お願いお願い待って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 、お願いお願い。うはい、ラブトリック、クエス、アツヤ、ちゃん、一泊二日湯を決勝生活ということで、はい、まあ一泊二日久しぶりの旅行企画、確かに、ね、韓国ほんまや、韓国、韓国、あそっか、うん、韓国行きました、韓国行ったん、お前、ずるいって、もう、一緒に、ずるいや、一緒のベッドで寝てたやんけ、寝てないわお前、行ってんの、記憶消すな、もう、そして、はい、ちょっと違和感ありますか、ね、視聴者の方、ちょっと、この前はでかいんかな、あ、でかいな、うまいちゃうぞ。なんか助手席から撮ってるみたいなアングルなの。あー、あれ？え？何？ちょっとそのスワイプしてもらって。スワイプ？スワイプ？助手席。お前ちゃうわボケ。ブスこら。愛知のブス。剣背負ってるやん。俺愛知代表してないの。愛知のイケメン来てくれてまーす。おはようございます。お久しぶりです。なんか大阪来てるということで。はい。じゃあなんか。運転してやっつって食べ回してやっつって足ね、手伝いに来てくれました。ありがとう、ありがとう、匠と、あ、匠ね、うん、匠も一緒に一泊で使いくということで、なるほど、いいよ。英雄法キャッチャー生活と言いますと、はいはい、今から一泊二日、昼夜昼夜と生活していただく、はい、まあ、その生活していただくただご飯と、はい、まあ、前みたいに歯ブラシとかお風呂とか、あそこまでちょっとそういう生活にかかるお金、うん、好きやね、あると思うんで、それを UFO キャッチャーで取ってもらって、うん、それの売り値、あーなるほどな、はい、それで生活してもらおうかな。転売というかそのメルカリに出てる値段をもらえるってこと。そうです。おお、だから前しないけどっていう、まあ売りはしないけど、何年前やからな、それを、毎回、やる前に2000円の軍資金渡しますんで。おお、はい、それで暮らさせてくれ。結構いい暮らしできるよな。余裕で何でもできる。今俺ら600円で2日いけんで。何でしょ、ほんまに。それで UFO キャッチャー取ってもらおうかなと。おお、なるほど、なるほど、いう生活、はいはい、どうですか。まあ、だからあくまで個々でやるってことだ。もう個人戦ですね、今日は。なるほど、チャナがちょっと有利、これは任せてほしいなぁ、マジで。確かにな、うん、で、アツヤがめちゃくちゃ不利って感じ。そうやな。なんでやねん、お前。いや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 、え、あの日なんぼとかしてんてっけ。何が UFO キャッチャー生活行ってへんわ。アツヤと記憶からなくせん、こいつ。え、ちゃうわ、でもなんかマリオ撮ってたよな。撮ったよ、あれ練習してるもん、あれなんぼで撮った。1800円か。いや、ぐらいやったよ。いけるいけるいけるやん。あれ取ったら全然な。マリオあれやん。いいぞ。やばそう。俺らやばそうやな。いや、俺全然うまいから。まあ、俺もやねんけど。何やねん。何やねん。ちょっと気使って一人寂しいから。気使ったったっていうのあったな。じゃあ、早速。もう今から取りに行くってことだよね。はい。オッケー。じゃあ、1回目行きましょう。はい。せーの。笑う角には。福来たね。コツを教えてよ。え、できひんの？いや、できるの。ノウハウをシェアしてみたい。その俺の知らんやつももしかしたらワンチャンあるかもしらんやん。できひんねやったら言って。いろんな考えをシェアしたい。俺のやつも教えるよ、もちろん。やったらできひんねやったら言ってや。じゃあ今教えるやって。できひんって言ったら教えるやって。ノウハウを共有しよう。できひんやつもあるかもしれん。視聴者に、そうそうそう、俺らは分かってるけど視聴者に言ったよ。お前代表として言ってあげよう。こうやったら取れるよ。もうじゃあみんなで共有しようか、それは。じゃあ俺から言おうか。もうぬいぐるみは全部こう寄せていく、こっちに、左にな、分かるやろ。うん、どう寄せるかももう分かるやろ。寄せんのは分かる。寄せた後は、寄せた後はここに引っ掛けんのよ。うん、そう、ほんならこっちからもうパッて、ああ、すくい上げて、上げたったら落ちる。うん、俺もそれ。それ言うか。いやいや、まあもうそれやもん、基本が。みんなもあんねやろ。あるある、あんねやろ。あるある、言ったってや、焦らない。メンタル、うん、他は投資力をもう決めておく、初めに技術。
俺は頑張る。ええわ。大体そこちゃう一番重要は。企業秘密やで今。これ教えた。企業秘密やな。おお。稼いでないやろそれで。オッケーじゃあ行っていきます。行きましょう。これさ、これ額とか調べて。めっちゃ聞いてくんな。首うざいな。先に額とか調べたりしていいの？ああそれはちょっとやめましょうよ。あなんか自分の名で。うん高そうやなみたいな。あそうで。あとお菓子取ったらそのお菓子食うてええの？あかんな。ああ。それはじゃあ例えばサワーペーパー取ったとしようか、はい、30円で元値で売れるってこと。お菓子はお菓子の売り値が手に入るでいいですか？ポッキーやったら110円。そうやね、そうしましょうか。お菓子だけ、なるほどね、お菓子だけは OK、ね、OK、じゃあ行きましょう。じゃあおのおの回しといて。はい、ということでクリちゃん画角でございます。もう狙うは1点お菓子、絶対にお菓子。これはゆうと完全にボロ出したな。もうぬいぐるみは取れて2000円で1個やもん。取れるで別に本気出したら。でもお菓子は300円ぐらいやろ1個取れれば。100円でこれ多分取れるしな、頑張ったら。一回ちょっとだからこれやってみよう。じゃああっちのトムトムブドウを狙います。見ていけ見ていけ、俺今から撮るから。おお、これはできるよ。ここからな。おいい、いい角度。いおい笑うな、人の努力笑うな。ちれ、はい、騙されてますあいつら。こうなってからが勝負なんよ。これ横向いたでしょ、これ横向きでここに当てたらこっちに飛ぶっていう原理、これ知ってたんよ俺。あれ掴むだけだから。マックス、やっべ横向きも全然見てなかった。やべえ、やべえかも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 。いや、なんかいけそう、なんかいけそう。いって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 、やべえかも。あ、いったよ、じゃあ、よったよったよった。まあ一番右まで、はい、ここ来い、右側に入れ、右側に入れ。入った、つかめよ、つかめよ。はい、来ました。はい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 、おもろいでー、こっからやでー。はい、チャナです。まあね、僕はディズニーを狙っていこうと思います。ぬいぐるみね、だいたいディズニーのぬいぐるみ高いからそう思って。チャンスやなこれ。わかるかな、もう箸よってやんねん。箸よってやんの、いきますか。100円目。まあだいたいこれも寄せていくよ、こっから。どうだどうだどうだ、なるほどね、頭重いんかな、頭重心ですね。これは200円目いきます。頭を中心に、はいはいはい、立った立ったで。おい、これも頭キャッチしていきます。このね、リバンのキャッチ使っていったらめちゃくちゃいい。これを頭にたところで落とします。いいとこで、ここでキャッチ、下までいかない。はい、オッケーオッケーオッケー、もう頭やわ。うわー厳しいかなこれ。ちょっと右のアーム出ちゃったね。あ、ガチでむずい。あー、諦めます。僕じゃあ一発目これにします。ちょっとゲーム性分かってないんですけど、まあ正規の値段で売れるとしたら230円で売れると思うので、これをまあ賞味2本取れたら昼飯食えてまうからな。ボタンを押すと青いアームが動きます。これが動くのかな。いきます、あれいく、あれいく、あれいく。あー、そっちか、そっちか、これやと思った。ちょっと待って、200円目、ここ、はい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 。うわ、なるほどなるほど、お前結構遅いんやな。あの4本の塊に行く、いけいけいけ、ほらほら、おっしゃ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 。待って、これ俺荒稼ぎできんぞ。あと1本は取りたい。
この3本狙う。ここ、いけ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 、うわー、これ全どかししてますぞ。ここ、いけるいけるいける、うわ、よっしゃー。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。もう俺これで460円やろ。これはだいぶ幸先いいですよ。ちょっとじゃあでかいやつも狙っていこうかな。はい、あつやです。こんにちは。アーニャを見つけたんですけど、アーニャってなんか高そう。じゃあやっていきます。ここでいきます。200円で。超えてる。ちょっと頑張ります。無駄遣いしてもた。うわ、重い。無理かな。ちょっと他の見て考えます。こうなってからが勝負。もう一番右、横向き合わせるだけ。はい、ドンピ。もう取れるから俺も一緒に。やべやべ、捕まるのちゃん。これいけんちゃう、無理いけんちゃう。出やれ出やれ。もうやら、あれもやら。やば。俺なんぼ使った。今400円使った。パムパムプリン取れやすそうで人気そう。ジャナが言ってたように寄せるね。これ1000円以内に取れれば強いはず。おもろい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 。たったで、たったで。ああ、お前の自腹？違う。自腹？違う。やば、やば。これもうでもガッチリ掴めんじゃん。なんか立つことある？こいつ。立ったら勝ちなんじゃん、もしかしたら。全然アーム届いてない。よっと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 。俺も自慢しに行きたい。マジ分っから。おお、見ていけ後輩。今撮るからよ、見ていってくれや。ちょ、お前がエグいとか言うからよ、笑うな人の努力を。ちょ、もうやばい。あくみうまいらしいっす。うま、これめっちゃうまいっす。まあでもこいつは原価高いと睨んでんのよ。いや、そうそう、ぬいぐるみは確かに。300円あげるわ。マジっすか。さすがにな、100円ではと思ってるから。これツンツルでなったら俺1000円今なくなることになるから。はい、あつやです。ちょっとあのポケットモンスターのリュックサックね、ちょっと寄せていく感じでね。頼むわ。うわ、あ、寄さった寄さった。え、だいぶいいだいぶいい。えぐい、これいけんぞ今や。いけ、頼む頼む。うわ、ちょっと奥行きすぎてない？え、マジ？めっちゃやばない？え、もういけるやん。いったいった、よし、すげえすげえ、いった、えぐい、生きよった、えぐい。ポケモンのリュックゲット、すげえ。お前馬なってるやん。うまいっす。はい、ということで僕が次に選んだのはこちら、ウィッシュ。初めからこのサイドに寄ってるということで、僕のこの1000ちょっとでも取れるんじゃないかという。おい、なんや、寄ってたら5手ぐらいで取れるで。で、こっちに持ってくるっていう意味。両手についてる。ん？何？は？頭が重いってこと？は？
分かるやん。そう、もう視聴者が分かってないやん。いや、そう、確かめていいよ。投資して確かめな。こういう場合は多分あの頭が重たいんで、こっちスレスレで。どういうことなんて今視聴者からの言葉があるわ。ないやろ、視聴者も分かってると思うで。いやー、撮るか。こんなん撮れんで。じゃあ一回撮ってみ。やったらいいよ、ありがとう。もう重心を捉えていきます。あ、何してんの。何したん今。壊れてるわ。壊れてへんよ。壊れてへんって。これやめとくわ、ほぼ。いや、もうアームのせいにしだしたよ。今一回で見極めれなあかん。いや、せいで。その能力あるんかなって試しで。あ、そうなの。うん、それ使ってたんや。いや、でもなんか全然見極めの能力ないからあかんでって。あ、そうなの。気ぃつけや。まあ、俺全然うまいからええけど。アーニャが売り値がすごい高い、高いと思うねん。アーニャむっちゃ人間やねん。これいける。いきます。もう言ってた通り4ていきます。で、これ頭が重いらしいです。やっぱり まあどう。いけんことないな。これ絶対無理です。僕500円ぐらい使ったけどビクチョンもしませんでした。絶対無理です。え、絶対無理やよ。これ絶対無理や。俺500円ぐらい使って無理やったの。絶対無理や。あれ、いけんの。え、あとなんぼなん。800円。わけはない。行こう。あれ、これ無理なんじゃないん。帰ってきました。結果発表。はい。よし。俺から行こうかな。行く。僕は取れたんや。取れました。おえ。むちゃくちゃ。え、モンスター3本。読めないな。すご。これで690円かな。その飲み物とか食べ物はコンビニ値段でやりますんで。はいはい。230円でした。よっしゃー。690。690。ある飯だけでいけるもんな。熱っ。僕行きましょうか。はい。僕は、こちらジャガチョコ、これ3つ、余裕で取れまして、うん、こちら、コンビニで1つ201円。よっしゃー。どこ200円でいいな。じゃあもうじゃあ600円ですね。うわー、よっしゃな。そうなんや。ちょっとリッチそうな目利きもええわ。600円やけど。おい、何本で取れた。聞いて聞いて。何本で取れた。あ、でも1000円ぐらいかな。あ、最初からこれやってやがったぜ。うわー、オッケー。あ、なるほど。あれ、え、どうした、どうした。いやいや、もう無理っすよ。カロリーやった。あ、あれやばい、こいつだいぶカロリーやった。カロリーやったってなんな。かわいいミスもするわな。え、やばいってお前。コンビニ値段で168円。あ、なんかまあまあまあいいや、いいや、いいや、いいや。僕いきます。はい。僕ちょっとこれです。えぇ、いったな。これすごい。あかんで、その夢やん。 UFO キャッチャーってモンスター3本とか。そらそやわ。ってよう言うた。赤色見せな。赤と白色よ。こちらメルカリにて売れてた中央値なんとなく、はい、1000円。おお、でかー、でかい。もう歯ブラシとか買えるやん。ほんまや、ほんまや。いや、でも全然。いや、磨けって。でかい、磨け。磨けって。昔のやつで飯食った方がいいやん。まあまあまあ、それもあるけど。飯食って歯磨きも。俺この前の旅行から磨いてないから。あん時から磨けよ。磨いてへん。あれはなんぼとかの歯ブラシとかお風呂。ちょっと宿ついてから言いましょうか。オッケーオッケー。期待の星。はい、行っていいっすか。じゃあ、まあもちろん。いや、結構苦戦したっすね。もうなんか途中見てた感じは持ってなかったやろ。持ってなかった。最後の200円まで持ってなかった。持ってなかった。持ってなかったやろ。いや、でもこいつ隠してたで。え、いいっすか。すいません、そんなんできんの。はい。このコツする。
こちらっすね。いやー、これ取れるとはなー。いやー、マジか。これ取ってるやつかよ。これ取れるとはなー。景品じゃないやつ。それ、なんか下に敷かれてるやつですよ。え、ちゃん、これ取れなんかぬいぐるみとか取りやすいように下に敷かれてるやつですよ、ね。いや、俺これ取りに行った。俺これを取りに行った。これが無料なわけはないんよ。これはちょっとなぁ、ゼロ円。知らんで、叩かれんで。大丈夫かな。誰業界に叩かれんで。大丈夫かな。お前や叩かれるの。心配なってきた。マジか。ゼロやん。返してこい。もう返してきますけど。はい、これもう分かったんちゃうみんな。お前がどんだけ下手か。だからいつも UFO キャッチャー取りに行ってるやん、うん、あれ軍資金聞いてないやんほとんど。あ嘘ついてんの。何万とかのあれ。いやし、俺彼女と行ってると思ってんね。はいはい、彼女がうまい。うわダサっ。いやいやベロベロめくれてるやんお前。何も言い返すってないやん。今日はマジで調子悪いわ。調子とかあんの UFO キャッチャーに。相性悪いな UFO キャッチャーとの。えそんなのあるんやん。別の場所やったら絶対行けるし。あいつもここじゃないんや。いつもここホームを横に振って超ホームやんけお前。ホームやん。じゃあこれを踏まえて昼ご飯、うん、はい、買いに行きましょう。なるほどね。マクド買ってきましたー。イエーイ、やったぜ。食べましょう。はい、僕は690円のうち690円全部使いました。すごっ。すごっ。チキンフィレオのセット。僕は510円のうち490円使ってのハッピーセット。なるほど。ハンバーガー20円ね。これ20円持ち越されるんですか。今回持ち越せます。おー、いいなー。僕は1000円のうち700円を使いました。あのエビフィレオのセット。はいはい。これ飲み物でかいわ。マジで飲み物ないのエグいよな。え、飲み物これ前配給されてなかったっけ。朝一水とかあったんすけど、うん、2泊やったから前は、うん、さすがにいいと思ってた。死んだろ。よし決めた。死んだろ。夜取れや。俺死んだったやん。ほんなみんな水飲めるわ。次から。ありがとう。俺死んだろ。改正や。改正。一回死んだろ。ルール改正。大丈夫。いやもし限界やったら怒ってもらったりしてください。あ、そっかそっかそっか。はい。うん、すいません、それは。マジっすか。お前の情報全然役立たなかったしな。俺グラビ取ろうとしてずっと寄せてるだけやった。マジか。今回はもうタバコはなしなんや。あ、一泊二日やから、それはなし。ないな。水もこっち我慢してるしな。そうやわ。めっちゃ忘れてた。よし。ありますか。ね、やろうわもうええよじゃあ忘れてた。だってルールはだってねっ、うん、水もそんな。いやそれは忘れてんのお前。それそっちは適用せえへんのに。解約してますよ、ね、それルール。いやいやいや言うとようやった、うんうん、叩かれてたぞ。いやいやお前もうちょいで危な、うん、じゃあもうちょっと料金発表しましょうか。そのそういうのの全部。あいいや。あいいよ。タバコは、20円。はいはいはい。残しとけばよかったわ。じゃあほんまや、ほんまや。なんかもうそれ全部腹立つわ。なんか運悪いっすね。おいエグい、エグい、エグい。お前のメスやろね。いや運悪いわ。マネージャーガチャ外れやろ。全員や、全員やそれ。俺は当たりっす。当たってます。ではあと簡単っす、歯ブラシが100円。はい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 。で、シャワーが200円。高っ。お前シャワーも飛んの。ちょっと見ますよ。で、布団300円。布団枕セット300円。以上です。普通の生活しようと思ったら600円は絶対いいんだ。歯ブラシ、風呂。いや、でも、任せてください。僕やっぱ4人に嫌われたくないんで。夜任せてください。ちょっと面白いルールあるんで。あ、そうなん？めっちゃ笑うんちゃうから。おもろそう。ギャグルールおもろそうやな。ルール締ませ方知ってんな、あいつ。うん。いいんすか？結構悪いことしたと思ってるからさ、俺が絶対取られへんアーニャをこいつに取れ取れって言ってた。お前のせいよ。うん、分かってたもんだ。いいです。これやり返し来るやんじゃん。いいです。なんで死んだるん。え、俺も死ぬつもりやから。この度は取らんの。うん、取れ。もう俺何も食わんと死んだ方がいいから。サラダいる。え、え、何のドレッシングかかってるの。玉ねぎ。あ、うまい。めっちゃうまいやつや。ごまでもいいよ。あ、ごまもあんねや。両方うまいねんな。選べる。いいです。いいです。どけや。いらないです。何がしたいんお前。全然いらないです。死んだ方がいいから。ちょっと揚げおかってだけチキン。うん、これと
やっば。何この、え、どういうことなそれは。意味わかんない。待ってるで。ずっとここで名シーンや。僕待ってるよ、名シーン。ずっと話しかけてないです。マクドー食うてんぞ。そっぽ向いて。こえ、こいつやば。エビフィレを食うか。あ、そっちの方が好き。好きやもんな。曲いく。あそこいい。いや。いいです。僕知るんで。食べた。いいです。全然いらないです。死なへんってお前。結構食ってるから。みんなで死のうぜ。なあ、うん。はい、ということで、はい、今別の撮影一本終わりまして、はい、またこっからランドワンに行くということですけども、うん、はい、ちょっと残り僕300円あるんですけど、あ、撮影終わりの一服だけ。すいません。タバコください。あ、20円なんで、じゃあ引いてきます。あ、わかりました。はい、ゴシシ食って撮影終わりも吸えたらって終わりやん。借金とかあるんすか。ないわ。絶対返さんやろ。ないか。どこに信用があんの。俺20あるけど、ほんまなんか恩売ったろか。お前マジ、どっちかや。本当に本当に。今の20の価値はほんま100円ぐらいある。何がですか。まあシャワーあります。ある。あります。シャワー何倍やったっけ。200っすよね。あります。まあもうそれで争ってもらっていいよ。何が。お前もうじゃんけんじゃんけんするか。俺の20やからじゃんけん。買った方な。両方300な。俺に固定の。オッケー、絶対渡します。何や。オッケーオッケーって。ほんまに300な。せーの、じゃんけん。じゃんけん。はい。よし。うわー。じゃあリグに全然譲渡。よし。20で僕がタバコ買います。まだ280円だ。美味しいっすよね。美味しい。いやー、マジで。ちょっとここ持っときますわ。どういうこと。タバコ重いっしょ。いや、重いのよ。軽いで。ほんますか。え、舐めてる。舐めてる。それは筋力ないみたいなこと言われてましたよ。僕たまにあるんで、僕筋力弱いんでたまにあるんすよ。自分と一緒にしたやん。同じレベルやと思ったよ。いや、そんなことないっす。もしかしたらもしかしたらがあるかあるかのっていう。1本くれないですか。真っ向から言った。大きく出たよ。あ、どうしよう。え、どうしよう。これってさ、後の2000円のうち300円くれるとかいけるん。こっち側が出す金額は変わってないんでいいですよ。俺の20円のタバコ、なんぼで落とす。1本っすよね。1本なんぼで落とす。100円から。でもお前競り合いとおれへん。あ、そっか。うん。150。150。はい。250。なんでやねん。お前なんで来んねん。カン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 。俺は俺で。250。50って何。ちょっとちょうだい。ちょっと1のボタンだけちょうだい。いや、やだ。あとでほんまになんかいろんなことしてな。もちろんっすよ。飯食いたいね。飯っすよね。俺が飯困った時助けてくれる。もちろんっすよ。そりゃそう、まあ、はい。20やってもしゃ。もう一人は座れへんっていう、いんねやから。うまい。ありがとうございます。マジでもうそこはちゃうっすやん。ここまでやってきたらね。一本もらっていいっすか。ちょっと今なくなってて、すいません。ごめんなさい。これでいいの。あ、そっちでもらいます。じゃあちょっと夜の部行きましょうか。行こう。さあ、ということで今から、はい、夜の UFO キャッチャー行こうかなと思うんですけども、はい、覚えてますか皆さん。夜の部、嬉しいことあります。あ、お前、そうだそうだそうだ。そうだ、そうか、言ってた。ギャグかモノマネかなんか。もう腹ちぎれるやつ、ちょっと。よっしゃ、楽しみやわ。いや、もう単純です。うん、夜、売りね、飲み物系とかやったら買いね、うん、あれあるじゃないですか。うん、あの金額を、はい、2倍にします。ええ、俺モンスター3本取ったら1200円とか言ったの。なります。え、2倍ってえぐい。ペナルティーとか何もなしや。もう何もないっすよ。お前次で石取ったら石2個や。しゃあ。はい、ちゃうやつ取れって。よっしゃい。まあでもただちょっとなんか、まあリックさんとかのあのモンスター3本攻めとかはシンプルにダサいとは思った。そうっすね。まあなあ、だいぶダサい。そんなんちゃうねんとかは思ったっていうのだけなんか言っとこうかな。うん、ぐらいですかね。じゃあちょっと行きましょうか。オッケー。いや、そうやな、行こう。行きましょう。ちょっと人すごいな。人すごい。ナンバ。人すごい。
検討になります。ビビんなよ、そのダサい取り方はもうやめろよ。うまこいつ、怖っ。決まってるから。お前太るみたいやな、お前。怖い。じゃあ、3。クリスでございます。おはようございます。夜の部、仕切りはしてないです、もちろん言った通り。ただ、ぬいぐるみではない。フィギュア系いきます。ブロリーちょっと、ブロリーあの2枚掛け狙うわ俺。もう2000全通でいくわ。やばい、やってもうた、やってもうた。オッケー、両穴入れれるぞ。両穴ぶち抜き、ここ。また手前、もうおもろないで、入れ。おもろない、おもろない。とんでもない量の人に見られる。全然いい。思ってるより奥。またやった俺、300円やった。もうおもろない。あ、入った、入ったんじゃない。入った。これもう一瞬や。あと500円、無理よな。どう考えても無理やろ。あ、でも結構広いんやな。フィギュア誰もおらんかったな、取ってないな。ちょっと進んでるな、あるやん。タグを狙ってジグザグ動かそう。いけんじゃん。ジグザグさせよう。うわー、ちょっとやっちゃったか。うわー、めっちゃ無駄なことしてもた。なるほど。うわっ、惜しい。これは入れれな。結構むずかったな今の。くんなや。これは人気キャラな。うわっ、待っても俺入って、これビビってんのかな俺。いいんじゃん、いいんじゃん。モンスターある。いや、あかんな、あかんな。ちょっと、えらい、お前えらいぞ。いったんちゃう、これは。いったやろ。いった、オッケー、いった。え、どんなもんやねん、それともどんなもんやねん。おう、うわー、ちょっとどう、いいとこやな。おぉ、うわおい、マジでうまい。動け、結構動け。なんか戻った。これ取られたらどうするん。いやでも400円絶対無理やもん。うわっ、うまい。オーケー、だいぶ滑った。オーケー、オーケー。腹立つわ。うわぁ、順調に進んでんな、おい。オッケー、オッケー、オッケー。ギャリー、やばい、やばい、やばい。こいつ、割り込みしやがった。割り込みしやがった。普通な顔して、とんでもないぞこれ。全然ない、全然ない。いや、でも押してる。無理か。うわ、そこまで下がれへんねや。おっと、これは交互の勝負。いや、マジでうまいわ。マジでうまい。うわ、もうちょいや。せめぎ合いらんな。汚い。うまい。目でか。もう無理よ。どういうこと。あとリクなんぼ。おい、ほんまにモンスターいかん。やばいって。もモンスターって100円で取れる。100円。いいんじゃない。うわ、ちょっと進んだ。2人で取って、ほんまにそうしよう。ほんまにそうしような。取った。棚からボタン持ちすぎる。俺が左に寄せるから、お前つけ。いや、マジでもう無理やった、無理やった。いらん芝居やわ。めっ
マジ？エグいってエグいってエグいって。最後の100円。ちょっと行くわ。無理やって。じゃあモンスターしてこれ。だって絶対無理や。これ絶対無理。じゃあモンスターにして2人で笑おう。200円ずつ前回タバコも吸えるし。モンスター俺分からんよ。でもあ、ちょっと待ってもらっていい？おいおい待て、そんなわけない。人の顔をした悪魔や。これでも無理ちゃう。俺無理やと思ってる。何本あるの？1800円。絶対いけるやろ。まず感覚をつかむのがめっちゃ難しいわ。いやー来たね。割り行った。行ったね。いいとこ行った。あ、でもいいか。うわそやな。いや、これ押した方がええぞ。狙い通りにできたかな。うわうわ。マジでよかった。マジでよかった。魂打ってやがる。まあ最後がめちゃくちゃうまかった。何してんねんおい。ありがとう。そのゴミ箱入れろそいつ。いきます。え、うわ。うわ。今のあいつら何言うか分からへん。ほんまにこれはマジで3人で分けへん。なんでの？てか残りのやつちょうだい。じゃあせめて。何が残りのお金。意味分からへん。それはいいよな。なんてやる。ちょんま200円でお願いします。お願いします。ほんまに200円。ほんまに200円でお願いします。ほんまに200円でもチャラな。はい、もう200円で僕何も言いません。マジでマジで言うなよ。もうこれ俺らのおかげやなとか何も言わないです。言うなよ。はい、目の前で見てたやろ。これもゼロ。ゼロ。なよ、ブロリーちょっと斜めにしたね。あれ。多分俺5分か10分ぐらいで帰ってきた。あれクリスか。あれか。なんかずっとブロリー固め取ったやつ。行くか行かんかの。その横のやつで俺らずっとやってたって。俺2000円そこで使って。でチャラがこいつがやってんの見て、あ、これいい感じで残りつやなと思って。なるほどな。途中からなんか共闘するようになって思って。ああ、二人で行こうって。そうそう。で最後の最後に全部取られた。全部取られた。お前が。やばい。ヒロアカのフィギュアやね。ああ、おるな。とりあえず僕取りました。はい。じゃあお前取れや。お前にかけてたのに俺。二倍やのに。ほんまや、二倍や。二倍か。あ、で途中あのモンスター行ってました。モンスター行って外してました。取れよモンスター。おい。調べました。はい、霧島。あー霧島や。こちらメルカリで販売されて、売れてた中央値はい1200円。おお、なので倍の2400円。やったー、よっしゃー、ありがとう。まあ、ちょうど横にコンビニあるんで、欲しいの夜ご飯とか。え、いいんすか。はい、好きなもんちょっと買ってきてください。ちょっと合流しよう。ありがとうございます。目標はみんなで美味しく寿司を食うこと。
ちょもうほんまに無理や。ここで仲間割れはやめよう。うわっ、おい待って待って、持ってないって言ってたよ。うわっ、待って、家の男参考全然や。